お疲れ様です、ヒゲです。さあということで、もうマイクラ、やっていきましょうということで、今回なんですけれども、今回入れ替わりで、なんかうちのね、スタッフの皆さんと一緒にやっていこうかなと思うので、じゃあ自己紹介お願いします。はい、皆さんはじめまして、尾形です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ尾形くん、はい、流行る第1回ですよ。そうですね緊張ですね、これは。何しよう。そうですね、うん、やっぱり最初、うん、まあ、僕全然あのマインクラフト詳しくないんで、ヒゲさんに教わりながらっていう形になると思うんですけれども、はいはい、まあ、まず、うん、まあ、夜とか来るんですよね、日が沈んだりして、ね、じゃあ家作るかい。そうですね、まず家が欲しいですね、マイホームが欲しいです。はい、じゃあ拠点作りますか。はい、まず木を、うん、切って、はい、これなんか色が違うんですけど、これは同じ木の。ああ、別に大丈夫だよ。特に大丈夫ですか、うん、はい、あの今から作るのは作業台とか、はい、あとはそこからの道具を作る、まあ、斧だったりとか、はい、なんで、そこに関してはこれでやっていけばいいんじゃないでしょうか。はい、わかりました。やべえとは言いながら俺そんなに詳しくないよ大丈夫え、尾形くん全然知らん。僕はもう名前知ってるぐらいですね。名前知ってるぐらい、はい、おーおー、なるほどこれはまあおいおい見てる方にもいろいろと教わりつな感じなんですか ね、 ですね。これはもう初めてっていう感じでやっていくしかないのかな、ね、皆さんと一緒に成長していく了解ですよく尾形くん前からやろうって言ったねはいはい、作業台作ったよ。 ありがとうございます。はい、ちょっと僕ね、よいしょっと、どこにしようかな。じゃあ見やすいところで、どん。これ豚って食べれるんですか。豚も食べれるけど、お、食べる？いや、まあ、ああ、僕どっちかって牛の方が好きなんですけどなるほどね、はい、そっか、あんまり殺さない方がいいかな。あ、そうなんです。今のうちはこれ掘っていくと急にそういうでっかい穴があったりとかっていうのもあるんですか。あるかもしれない。かもしれない。でもだいたいなんかね、固まってる気がするんだよね。あ、まあ、正直もうね、マインクラフトに関してはほぼやったことはないもののかなり見てきましたから。あ、はい、まあ、そういう意味ではこの中から、見つかると嬉しいなと思いつつ、なんか今嫌な声が聞こえた気がするんだけど、気のせいかな。そうですね、なんかさっきからなんか聞こえますよね。あ、そう、そうそう、聞こえした、聞こえした。あ、そう、気のせいかと思ったんですけど、そうでもないみたいですね。うん、ゾンビがいるね、きっと。へえ、明るいのに。あ、影のところにいるゾンビっていうのは、はい、お日様の光を浴びていない状態なので死にません。へえ。で、2個に浴びると燃えます。ほう、はい、なんで出てきたらば逃げてみてください。あ、なんか、ん？なんか出ました。穴っていうか。あ、本当だ。チクチクチク。いった、いった。お、ちょっと待って。なぜ俺を攻撃するんだよ。別に悪気があったわけじゃないんです。で、もっと。危ない危ない危ない。ていうか暗くて見えない。あ、はい。この上の方に石炭が見えたから。はい。そこから炎症回収していくといいのかなと思います。はい、なんか俺ね、この時間が一番好きなんだよね、これずっともう無心になってこう掘り続けるそうですね、うん、なんか何も考えないでひたすらできます。そうそう。尾形くんはなんかあれなのかい、日々生き急いでんのかい生き急いでるようになんか見えます、普段。割とね、尾形くんの俺のイメージはね、はい、あの落ち着いてる人。あ、だからまあそうだな、だそういう意味では、だからさっきの攻撃はびっくりした、うん、あれは本当になんか不可抗力で、別に普段のヒゲさんに対してのあれがあったわけではなくてそれを言うとますます誤解を生むでしょそれこんなもんかな。そうですね、あらかたここら辺は行っちゃった感じですかね、はい。問題はこれどうやって帰りますか。なるほど、うん、まあ、結構上は近いんだよね。そうですね、そこまで深くはなかったような、うん、まあ、このまんま道作っていきますか。はい、
です。外出れましたね。はーい。って言いながらもう夜でしょ、きっと。あ、まだ明るいです。まだ明るい。まだ明るい。大丈夫です。はい。岡田くんはなんか、こういう土いじりじゃないけど、はい、そういうのってやったことあるの？あ、都会っ子？都会ではないですけど、田舎でもないっていう。あ、なるほど。なんとも言えない。でもやっぱ小さい頃とかそういうのやりましたけど、土いじりっていうか。例えばだけど、まあ、畑とかじゃなくて、はい、なんかその体験農業みたいな。あ、でも田舎 の、 その、まあ、おじいちゃん、うん、おばあちゃん家、うんうん、で畑とか個人でやってて、それでなんか畑の手伝いとか昔小さい頃ですけどやったりとかしてましたね。何やったの？何やったの？その具体的な植物というか。そうですね、野菜ですかね。野菜、具体的じゃない。トマトとかほら。あ、野菜ですかね。ちょっと待って。かなり、じゃあ何、多種にわたってやった。多岐にわたってやったってこと。なんか買わなくてもいいぐらい全部自分たちで賄えるぐらい大量にやってて、ね、田舎なんで土地も広かったっていうのもあります。へー、そうなんだ。そうですね、まあ、北海道だった。あ、それは広いね。そうですね、北海道の田舎なんでもうどんどん余ってるんで。あー、確かに、あの北海道はね好きだからよく行ってたけど、はい、うん、いい。土地が広くてね。そうですね、どこまでもこう一本道が続いたりとかしてね。そうですね、最寄りのコンビニまで数百キロですから。あれ本当なの？あれ多分本当ですね。マジで本当に田舎 の、 そ、 のそれこそ行くときに車とかで。ああ、ありましたね。もう車必須。車はもうないとダメですね。ダメなんだ。ダメですね。わあ、じゃあ車はも運転できる？免許はあります。今の言い方はちょっと微妙なリアクションだったね。そうですね、あの最近してない。あの、まあ、撮ってからは運転してないですね。あ、そうなんだ。まだ撮ってから運転してない。え、ごめん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 、はい、結構最近お撮りになった？2回くらい更新してますかね。あ、なるほど。更新はしてる。更新はしてます。運転は？運転はまだ今のところしてないですね。まあでも多少自信はあるっていうか。嘘つけ。やったことないくせに。まあアクセルもちゃんと踏めますし、ブレーキもちゃんと踏めるんで。そうだね、免許を持ってるんだからそれぐらいは ね、もうそれができれば大体、まあ、あれかうまいっていうか。あれかな、北海道の道路と勘違いしてるかな、この人は。確かにね、ハンドル使わなくてもまっすぐ行くからね。そうですね、道進めるんで、うん、あ、なんか、あ、来たところに戻ってきたのか。あ、じゃあどうします？そうですね、もうなんか、うん、まだ素材足りない感じですか、石というか。もし石の家を作るんだったら、多分僕と尾形くんが持ってる素材合わせればそれなりのものはできると思いますと、はい、ただ一個だけね、家として成立させなきゃいけないものがあるとすれば、はい、布団、ベッドですね。おお、なんですけど、ベッドはね作れないんじゃないかな、まだ。羊を、はい、倒さないで狩ることができるんですよ、毛を。お、生きたまま。そう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 、はい、そうすると羊毛が手に入るんですけど、はい、それがないとベッドが作れないんだよね。もうさ、はい、洞窟家でいいんじゃねえのかな。あ、一応ベッドを置けば成立するんですね。そう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 、大丈夫。あのね、そのためにね、俺ね用意したものとかちょっと見てて、はい、まあ、例えばですけど、はい、よいしょ、まあ、ここら辺全部こう、おう、はい、とりあえず入れないようにこう周りを囲み、はい、でここによいしょ、ほら、あ、これは家ですね。家ですね。志低いぞ俺ら。絶対家ですね、はい、家なのか。家なの。いびつだねこの家は本当に。まあ、後々、まあ、綺麗にしていくか、まあ、よそに引っ越すかは。そうですね、次第ですけども。もう正直あれですね、2年目の更新はない感じでお願いしたいですね、これは。そうですね、ちょっと。うん、もうちょっとなんか
もうちょっとあるはず。さすがにもうちょっといい案件、物件があるはず。そうですね、ちょっと結構事故ってますよね。結構だね。すごいね、ちょっとこれとか邪魔だしね。じゃあちょっと尾形くん、ちょっと、はい、入るよ。はい、ちょっとそのままついてきてもらえると、ここが我々の家。お、素敵。具体的に聞こうか。どこがこの何ですか、自然な色合いというか。完全にここどうなのこれ。この家の中での高低差があるっていうさ。2階建てってわけでもなく。そうですね、ちょっとバリアフリーではないですけど、うん、完全にね。そうだね。足腰を鍛える意味でも、はい、これでいいと思います。わかりました。じゃあここをまずは我々の拠点とし、はい、ここからですね、うん、いろいろものを作っていって、まあここはまあまああと、うん、そんな使うことはないと思います。早く綺麗な家に引っ越したいんで。そうだね。そうですね、とりあえずの仮住まいということで。はい、わかりました。はい、じゃあ一旦ここで終了としましょう。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。こちらクリックタップするとチャンネル登録できますよ。さらに登録した後にベルボタン登録してくれると、いち早く動画に気づくことができます。合わせて登録をよろしくお願いします。さらには他にもこんな動画があるんです。ぜひそちらも見てください。バイバイ。